続いては毎週月曜日このコーナーです。野菜や果物の新鮮情報ベジトクです。今日はこちらの野菜ジャガイモに注目します。春から収穫が始まるジャガイモは梅雨を前に農家がたくさん出荷するので、実は夏の今店頭にはさまざまな品種が並んでいるんです。まずは売り場に並ぶ旬の食材から見ていきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずはオクラですが、夏野菜これまでの雨の影響あまりなさそうですね。今のところ大丈夫ですね。はい、オクラについてはやはり夏のお野菜っていうねイメージもありますし、まあ、非常に栄養価もあるのでとてもおすすめですね。続いてアスパラガスです。こちらもお買い得になってますね。値段の方も少しお安くなってますね。まあ、アスパラは非常に鮮度が命のお野菜なので、食べる際はですねもう早めにどんどん食べていただく方がいいですね。最後に桃です。美味しそうなプリッとした身になってますね。そうですね、出始めましたね。まあ、選ぶ際のポイントはですね、まあ、左右対称なものがいいですね。それと、桃はですね、柔らかいもの硬いもの様々あるとは思うんですけど、収穫時点でですね甘さ糖度は決まってますので、それであとはお好みでしょうかね。硬さについては今週のおすすめはこちらのジャガイモです。はい、ジャガイモです。ジャガイモといってもね、見た目も形もいろいろありますね。今牛様市では10種類以上の、種類が売り場に並んでますね。非常に特徴もあって面白いですね。今日は数あるその中からですね3種類を隼人さんに食べ比べしていただきます。まずはこちらインカの目覚めになってます。色合いがとっても鮮やかですね。こんなに黄色いとは。美味しい。ちょっと粘り気があって舌触りがしっとりとしてますね。なんかさつまいものような甘みもあって結構贅沢な味わいがしますね。煮崩れが少ない品種ですね。色は黄色になります。スープやポテトフライとかに向くと思いますよ。次にこちらは愛の赤という品種になりますよ。見た目すごい皮が赤くて鮮やかですね。これも美味しそう。いただきます。これはあっさりした甘さ、ホコホコ感もあって癖がない味わいですね。いろんな料理に使えそうですね。とてもあっさりした味わいで、表面にデコボコがないのが特徴です。カレーなどに行くと思います。こちらはトウヤという品種がありますよ。ちょっと珍しいお名前ですね。初めて聞きました。トウヤ、いただきます。濃厚な味わいだからこういったシンプルな食べ方が一番いいかもしれないです。そうですね、とても甘い品種になりますね。こちら美味しさが際立ちますね。はい、滑らかで甘いのがですね特徴ですね。肉じゃがやサラダなどに最適かと思います。じゃがいもそれぞれの違った味わいを楽しんでみてください。梅雨の今の時期ジャガイモがこんなにあるなんて初めて知りました。夏ジャガですからね、いろいろこうちょっと買ってみて食べ比べっていうのはいいかもしれません。